ご質問があるという方は手を挙げていただけますでしょうか。ではこちらの方お願いいたします。えと立と申します。あの東京大学公共政策大学院で研究員をやっています。あの産業界の出身の人間です。えっ、ー、と何といってもですね、そのトランプショックというのがマラケシュでどんな風に受け止められたのかということをあの強い関心を持ってこの会場に。 きましたそれでそれについて伺いたいんですがさまざまな側面はあると思いますが、えー、っとそのぶ、えー、んフマイデンさんにお聞きするのが一番適当かなと思いますが小西さんもあのあのオンラインであのマルケスから報告してこられた中で。 あのファシリテイティブ・ダイアログが決まってよかったよかったというお話もされてましたので、まあ、そのトランプショックとそれから2016年の,その促進的対話との関連についてあのよくわからないというか心配していること、えー、についてあのご質問します。というのはトランプさんはもう I'm not a believer of man-made あのクライメートチェンジとも前から言ってる人でも革新的なあの気候変動会議派で、えー、それでまあ脱退するかどうかっていうのは手続き上の問題とかいろいろあるので、まあ、実際に政権が発足するかわからないにしても確実にもうすでに明らかになっているのは炭酸ガスの排出量がこれから増えるというエネルギー政策を取るということも見えてるわけですね。そううすると2018年年ちなみに2018年っていうのはトランプさんが えとものすごく気にするであろう中間選挙米国の中間選挙の年ですけれどもあの気候変動会議派というのもトランプさんを支持していた大きな母体なので、まあ、彼らのことも引き続き念頭に置いているであろうその2018年に開かれる促進的対話において米国のトランプ政権における排出見通しというのが今いろんな推測がなされていますけどもはっきりしてくると思うんですが、まあ、あの大きな確率で 米国増えているそうすると、まあ、脱退しているかしていないかは別にして、米国が増えている、しかし、二度シーよりも十分に下にするための目標とのギャップが、今考えているよりずっと大きくなる、この穴をどんなふうに埋めるのかというのが一番大きな話題になると思うんですが、あのトランプさんがあの当選したときからそう思ったんですけれども、マラケシュで米国がサボタージュをしたときの穴をどういうふうに埋めるのか。 とということの議論というのは何かその舞台裏でなされたん,だったんでしょうかあの交渉上は全くそういうこと関係なしに、まあ、粛々とルールを決めていたというのはよくわかるんですけども舞台裏でアメリカが抜けちゃったときに大きなギャップが明らかになったそのときにどうするのかということについて何か議論が行われたんでしょうか。はい

これを受けて、えー、今は私自身は全くその世論調査というのは信用できないと思っています。<laughs> それから、あえー、集団的な、えー、知恵と、あるいはその賢さという概念ということに関しても信じられなくなってしまいました。ただ、現状というのはそれほど単純なものではありません。 マザー・ハジメニキョーチョースタイノワ、コレニヨッテ、カクコクワ、エキオいレルベキとア、ナイトヨコトデス、カクコクワ、それぞれ a t in m a r r a k e キ h the international community Did stand in solidarity saying that they're going to continue being ambitious on climate change. Uh, de, eh uh eh uh uh so, this was the first uh, immediate thing that we needed to do, and we did work on this uh, actively in, in Marrakesh. It took a lot of our work. これこそがまず最初にやらなければならないこととして、えー、認識されましたので、えー、そのような態度を表明するということに、えー、かなりの時間や労力を割きましたまたあこのトランプ問題についてどう対処,するべ対処すべきかということについても議論をしました and、uh, it's not only a US problem we see a rise of right-wing、um, thinking Everywhere, especially in Europe. またこれはアメリカだけに限られた問題ではありません。いわゆる右翼勢力の対等というのはヨーロッパでも起こっています。オーストリア did the right thing, so this was g o o d の場合は、きちんとした選択をしてくれたということでそれは良かったと思っているんですけれども。But still 48% voted right wing in Austria。 それでもオーストリアの選挙では8%が右翼の候補に票を投じました。この気候の問題について、運動をさらに進めていくには、人々をより巻き込んでいかなければいけないというのは明確です。ただ単にエリートのチャンピオン、擁護者を生み出していくということだけでは十分ではありません。 ということでトランプ氏に関しては現状を非常に注意深く分析しています。もちろん、オバマ氏と比べるとおじょうきわわるいです。 けれども、すべてとはいかなくてもかなりの部分、ダメージを回避することができるという機会は残っているというふうに見ています。まず一つには、トランプ氏が今日考えていることがそのまま明日も彼が考えることだとは限らないという点があります。and we did see his position on climate change c h a n g e a lot. Over the few months. また実際に過去数か月を見てみますと、トランプ氏の気候変動に関する姿勢というのはかなり変わっています。Moment, 今時点は、現時点ではトランプ氏は懐疑的な見方をしているようで、懐疑的な見方をする人、また気候変動の問題を否定する人をあらゆるところで養殖につけています。 ただ、UNFCCC やパリ協定から脱退するかどうかということを本当に彼が真剣に考えているのかどうかということについてはまだ疑問が残っていると思っています It will be a big political incident そのようなことになればこれは非常に大きな政治的な事件となるでしょう。そして、リーダーたちは彼に対してすでにこの点について警告しています。I

ごく最近、あるゴア氏が彼と会合を持ち気候変動について話したと報じられていますし、メルケル首相も次の G20 の会議でこれをトップの議題に挙げるつもりだということを明言しています。And t e G20 will be his first,、uh, but probably his first、um, you know, heads of state engagement as president. そしておそらく G20 の会議というのがトランプ氏が大統領として最初に望む国家元首が集まるような会合の場となると思われます And また少なくともニュースによれば彼が他の誰よりも言うことを聞くとされる彼自身の娘が 気候変動のチャンピオン、擁護者になりたいと言っているということです。So、ですので、この大統領と実際に関与して、そしていろいろ働きかけをする機会というのはたくさんありますし、そうできると思える理由もたくさんあります。 In terms of elections, actually the majority of the U.S. public—and this is not the Republican election—it's national elections for Senate uh, and the House—and uh, the majority of U.S. public does believe in climate change, including the majority of the Republicans. 実際のところはアメリカの国民の大半は気候変動は本物であると信じています。これは有権者の大半はということですから共和党の支持者も含まれています。Elected, that, uh, なのでだからこそ、えー選挙期間中、大統領選挙期間中、彼は 気候変動というのは中国が作り上げた、ゲっち上げたなどとトったことはないと否定したんです。We have to factor in also that a lot of the action in the US is not happening at the federal level, but at the state l e v e l あともう一つ認識しておかなければならないこととしては、アメリカで a n a i k o t o Tosteva, America de Okur, Oko no Kotogarato, you k a n d a lot of business are leading action on climate change. また多くの企業が、えー、気候変動に対するアクションを起こしています。So、ですので、えー、いかに彼が気候変動に関するアクションを止めたいと思ったとしても、えー、それを実際に止めるのはあ決して容易なことではありません。 And あとつい昨日でしたか、おとといでしたか、えー、裁,判所裁判でパ、えー、イプラインの訴訟に関して、えー先住民があ、先住民にとって非常に重要なあ勝利を収めるということがありました。 And there will be, um, we know, many mobilizations are being organized by civil society, specifically targeting climate change and uh, President Trump. So, all I'm saying is, we're not sure what will happen. And ですので、えー、私が言わんとしていることとしては確かにこれからどうなるのかあ確実なことはなかなかわかりませんが、えー、同時に、えー、いろいろ な計画がすでにあって、トランプ氏をこういった対話に関与させようとするですとか、さまざまな人々で巻き込むためのアクションというのが計画されているということで、なるべくダメージを最小限にとどめるべく行動の計画がされているということです。はい、小西さん、山口さん、小野寺さん、追加ありますか？あ、いえ、このワイルさんに話を聞ける機会って本当にめったにないので、よければ次々またあの。 はい、聞いていただければと思います。それに今はすごく包括的なお答えでした。はい、はい、ありがとうございます。それではまた続き次の方にご質問いただければと思います。それでは前の方お願いします。はい、ちょっとあの手たくさん上がってますので、まあ、恐縮ですけれども、できるだけあの簡潔にご質問いただければと思います。周の方ははい。 あの環境プランナーの高橋と申します、今日はあは非常に貴重なお話をありがとうございます、それでワイルさんに質問なんですけれども、ワイルさんのスライドの,あの8ページとページ10ページで、この資料では5ページと7ページの関係なんですが、あの排出量削減に関する目標とか成果のところで、よくあのパリ協定の中で聞くんですが、人為的排出量と吸収の均衡という、これの実質ゼロ。 これ具体的にどう捉えればいいのかなというところが私、よくわからないんです、はい、で例えばそのスライドの10で見ると、1.5度 C 未満に抑えるためには、2100年は実はあの削減量がマイナスになってるんですね。ということは削減、排出できるのかできないのか、どっちなのかなというところで、非常に困ってます、はい、ちょっと詳しく教えていただければと思います、はい、ありがとうございます。 それではちょっとその後ろでお手を挙げていた方もお願いします。松山と申します。小西さんにご質問しますが、いつも貴重なプレゼンテーションありがとうございます。で、マラケシュからラブレーターみたいに毎日送ってきましたので喜んで拝見しました。で、先ほどのあのもちょっと関連するんですが、その中にですね。確か見た。私の中でパリ協定は法的競争、拘束力を持ち、4年間は脱退できないと。 ただし、協定のもとになる気候変動枠組み条約 UNFCC から脱退すれば、理論上は1年で脱退可能とこう書いてあったんですね。で、今、あの、上原さんの話はよろしいんですが、もしこういうことが私、どこに書いてあるか全然わからないんですが、これは事実かどうかってことを教えてください。で、もう一点大変申し訳ないんですが、えー、日本は第1回パリ協定国際会議の CMA1 は、オブザーバーとで参加できませんでした。 非常に恥ずかしい思いだと私は思います。で、その時の、えー、オブザーバーとしての日本の人たちはどんな心境で聞いてたんでしょうか。<laughs> 一番私たちはこう知りたいんです。中身は全部まあ他見てますからわかりますし、今日の小西さんの話も全部私はわかりますで。その裏側をちょっと教えてください。はいはいありがとうございます。それではそのお隣の方も一緒に合わせてお聞きしたいと思います。えっと世田谷のジョーマと申します。えっ、ー、とまあ。 トランプさんが大統領になって、まあ、今の方の、隣の方の質問があったとおりに、非常にパリ協定どうなるのか、あの不安になっている部分もあるとは思うんですけれども、私はこのパリ協定の内容よりも、むしろあの、まあ、京都議定書が採択されたとき、京都議定書のとき、2001年にアメリカが離脱したときにあの、当時住んでた兵庫県の三木から、 あの日本政府が,が交渉に前向きになるようにという意見書を採択あ意見書の提案を出してあの前回一例で採択したんですけども、まあ、あの今回もあまりその時から共同提案のことは追っかけてなかったんですけどもあの、まあ、トランプさんが大統領になったことを受けて非常に危機感を持ったので。 あの世田谷の区議会と、それから東京都の都議会の方に、日本政府があの前向きになるようにというあの意見書をあの出そうとあ、あ世田谷の方にも出しました、東京都議会の方にはあの12月定例会で出せる期限、来週の水曜日なんですけれども、それに間に合わせようと思っています。 それで、まああの、山岸さんにあのコメントいただければと思うんですけれどもあの、山岸さんのスライドにその市民参加が重要というふうなことがあったので、あのまあ、あの非常にあのこれからの配置の削減に向けてで、自治体がどういうふうに取り組むのかというふうなことで、 私はあの2001年度兵庫県で出した時あ、三木市で出した時、非常にその自治体の方も前向きにあのなっていただけたんですねで。これは自治体の取り組みを促すためにも、こういうふうな意見書をあの住民が出すというのは非常に重要なことだと思うんですけども。 まあ、あの提案したいのはあのこの関ジャパンの中でも全国の自治体に、こういうことを呼びかけられないのかというふうなことも、あのはい、お声いけしたいんでいけことも、その辺について、コメントいただければと思います、はい、よろしくお願いします。はいはい、それでは、今、いただいた三つのご質問について、まず、お答えいただけまばと思いますじゃリから <laughs> ?So on、uh, the net zero emissions. Right, if I got it wrong, uh, got it right, the question is, uh, when do we need to meet net zero emission? What it really means, and what happened afterwards? Is this correct? Uh, what I they want to ask, what does mean minus? So minus, how, and so okay, reducing is okay, but how can you absorb? <coughs> yes, so, um, when we talk about net zero emissions, it's basically how much emissions come out should be equal to the emissions that we remove from the atmosphere. This is to not add to the temperature. 実質排出ゼロということを言った場合これは排出量と実際に大気中から除去される量と比較してこれが少なくとも同等であるあるいは均衡するということを指していますつまり気温のさらなる上のにつながらないということを指しているということです。And、uh, this is because no matter how much, even if we go 100% renewable energy, and even if we

とに方法としては、然環境の吸収さい私たちのおつまり私たちのお子さん、私たち吸収していくということです。And by the way, even when we reach net zero e m の s s i o n s we need to g の into それからちなみにですが、ネットでゼロ、ネット排出量で見た場合、実質的にゼロということを。 実際に達成したとしてもそれでもその先も引き続き、大気から二酸化炭素を除去しなければ、コギョーカーマイノスイジュン、コギ気温カーマイノキヨンジョーショのレベルには戻らないということも付け加えておきます。It is very important not to consider net zero emission as an excuse to continue fossil fuels and focus more on、uh, forests and other kinds of sinks. Remove fossil fuels from the whole system. それからもう一つ重要なのは、えー、実質排出量ゼロということを強調するということを、えー、引き続き化石燃料を使うことの言い訳にしてはいけないということです。えー、すなわち、えー、森林などの吸収源があるからあ引き続き、えー、化石燃料を使える,な使え、えー、使えるんだということで そのような考え方は立ち行かないということです。安定的に化石燃料を他のものに変えていかないと、その安定的にネットゼロの状態を維持することはできません。はい、さすがワイル。<laughs> で私の方はえっ、ー、と実際に、えー、京都に抜けられるかどうかというお問い合わせですね。はい、これは事実です。ですので、あのパリ協定はまああの。 実際、採択されてあの、まあ、発行してで実際、その国が批准した後三3年間は脱退できないんですねでしかも脱退を脱退しますと表明してから1年かかるので合わせて4年。ただしですねパリ協定というのはコップ コップの下にある協定ですのでその親であるコップを抜けてしまえば、まあ、実際上は可能なんですねでもコップはずっともうあの生きてる条約ですのでまあ脱退しますって宣言してから1年で脱退できますのでやろうと思ったらできるただしですねこのまあコップつまり気候変動枠組条約ですねこれを批准したのは当時のアメリカのブッシュ父の共和党政権なのでそれをねあの同じ共和党がまああの破棄するということは実際 内政上は非常に大きなリスクを負うことになるんじゃないかと思われています。ですので、その選択をするよりもはま、あまあ簡単に言えば、パリ協定の NDC、目標をです、ね、無視するというやり方もありますので、おそらくそういった条約を抜けるってことまでは、やるということはかなり考えられないんじゃないかなという気はいたします。ととというこでですすねねあと、えー、オブザーバーバ、ね、実はは日本は COP22 始まってから批准しましたということで批准した後30日間経ってからようやく定約国になれるので、まあ、その30日という間に COP22 が当たったので、まあ、オブザーバー参加になっているんですねで私としては、まあ、皆さん他のご意見もあると思いますが対面ギリギリ保ったんじゃないかと。 思います。もしね、あの、実際にップ二2 2の間にも批准してなかったらば、これ、あの、ま、あ CMA1 は中断して、で、その後、ルール作りは APA で続けますって決まった時のせんあの、決定の中にですね、まだ批准していない国は、もう、なるべく早く批准するように、みたいな、そういった要項も入ってるんですね。それに 当たらないですよね、あんま30日待ってれば、批准国なんだからみたいなのはあるので、私はね、その点ではぎりぎり保ったと思ってるんです、でただしですね、もう一つ、個人的に良かったなと思うのは、トランプさんの前で良かったなって思います、<laughs> ちょっともしかしてやばかったかもみたいな、ちょっとそういう心配は抜けられないですけどね、ただそういう意味では OK だったと思います。 パリ協定が先ほどからお話出ているようにその実施のフェーズに入ったということでやはりその自治体さんが持っている役割というのは今後ますます重要になってくると思っています。でですののご指摘の通りその 各自治体さんに対して働きかけるという活動は今後より重要になってくるんではないかと私たち自身も思っていまして、ただですね、それはあの、ここにいるキャンジャパンのメンバー団体だけではできないです。あの、むしろあの、会場にいらっしゃる皆さんのお力をお借りしたいと。 特に自治体さんが一番言うことを聞くのはそこに住んでいらっしゃる住民の方々です。で、私たちはあの例えばタブレットジャパンは少なくとも東京の団体、東京の団体というか東京にオフィスを置く団体ですので、東京にオフィスを置く団体が例えばそれこそあのお話のあった兵庫県の自治体に対してですね、こうしなさいと頭ごなしに言ってじゃあ,あのやるかというとおそらく反感をむしろ買ってしまうんではないかと思います。なのであの私たちとしてあの働きかけるあそれか からメッセージを出すすとといいうことは今後やっていきますがあの同時に、えー、と各地域の方から声を上げていただくためにはどういったことが必要なのかということも今後もうちょっとあの考えていきたいなというふうに思っています。 はい、ありがとうございます。え、キャンジャパンでは今十四団体のメンバー団体がおりますけれども、え全国各地で気候変動そのキャンジャパンの快速趣旨に賛同いただける方は市民団体あのご参加いただけますので検討いただければと思います。えそれではですね、えちょっと先ほど会場の前半分これがご質問を受ける最後のフェーズになると思います。はいはい、平石と申します。簡単な話投資の話です。えー、日本はあの世界最大の機関投資家を持っているんですが、GPIF と言いますけど。 そういうような話要するにこれ投資ってのは非常に重要なのでそういうところについてど,どんな議論をお持ちですかというそれだけにしますえっとどなたに対するご質問ですこれはこういう難しいの山山岸さんですね、はい、難しい質問は山岸さん <laughs> はい、ありがとうございますでは他にあのご質問ある方を手を挙げていただきますではそちらの方お願いします えすみません、えーと。石炭火力および再生エネルギーということの普及ということについて特に日本の状況と、まあ、いうところをお伺いしたいんですけれどもあの千葉と申しますが、えーまあ、日本政府あの山岸さんからも提言があったと言いましょうかご指摘があったようにあの大変重たい課題というのを持っていると思うんですけれども、まあ、それでもあの計算等の動きを見ているとやはり原子力をというのがまず優先順位としてあってで再生エネルギーについてもルさん からありましたけれども、えー、急速な普及によってコストを大幅に削減しているんですが、はい、どうもその辺りどんなふうにこう評価されて日本のエネルギー政策およびえ環境政策というふうなものがあのミックスとして成り立っているのか、まあ、ちょっとこの辺りでやはりいろんなその内部的な葛藤のようなことはあると思うんですが、まあ、どういう点をブレイクスルーしていけばあの大きく変えることができるだろうかと、まあ、そういう点でちょっとお意見あのお伺いできたらと思っております。 はいえー、とすみません、山木さんですかね、はい、難しい質問、山木さん。っ <laughs> <の>と、ほ、えーえー、他に、えーとえー、じゃあ、そちらの方、お願いします。は,いえー、はじめまして、えー、と横浜の、えー、から来まして、えーと、一般社団法人の里海イニシアチと申します、あのえー、と昆布の、えー、計画栽培をしてます、ブルーカーボンという。 で先ほどあのちょうどワイルさんがえ非常にあの海のえ中の吸収という行うことは直接的で非常にいいというふうにおっしゃってくださってちょうど質問をえしようかなと思った矢先だったものですからあのこれあのえ日本では多分このコンセプトで今初めて日本がやってるかと思うんですけど世界でも行われているようですがえ何かその情報があったら今日はぜひ聞きたいと思ってき、はい、ました。 ありがとうございますそれ他にはいでは前のこの方すいませんちょっとお時間があるのでここで最後のご質問とさせていただければと思いますえー、瀬戸外に住んでいる寺島ですえー、レイバネット TV というインターネットの、えー、メディアのジャーナリストですえー、いくつかあの今のあの山口さんの、えー、プレゼンテーションの二ページに書いてあるようにまあ現状の日本政府の状況ってのはこういうあるわけですが。 やはりここを打破するという意味では、一つはまあ私、世田谷でもあるのですが、ヨーロッパではやはり、環境自治体とか先進地域がありますよね、やっぱそういうところをどう,こう拡充して強めていくかという点で、まあ、これ、世田谷は一つのですが、他のあの脱原発の自治体議員連盟みたいなのもあるんですよ。で、そういうところと、レクチャーとか、こういう今回のようなものを、 するとかそういう連携が結構大事っていうことが提案の一つともう一つは、えー、政策的なその日本政府の政策を変えるっていう問題とあのこれは主にこういう会議とかマスコミを通じてやってらっしゃるんでそれはそれで大事なんですがやはり皆さんご存知のように来年の総選挙を向けて全国的に地域ごとに市民連合という地域の団体が作られてそれで総選挙で自民党の現状の そういうところにこの政策っていうかコンタクトというか情報交換というかそういうことを入れていくっていうこともまたなんていうか表今の政府のに対してアプローチが表ルートとすれば、えー、裏ルートというかねそういうシャドウ内閣っていうとオーバーですがそういうこともやはり多面的にやれるのではないかとそういうふうに思ってぜひ現状のこのさらに こう一歩前に進めるために、あの私も関心ですが、その従来のマスコミを通じた提案とかうぬぬだけじゃない一つを検討いただきたいなということです。以上です。はい、ご提案ありがとうございます。今のはえー、っとそうですね。 どなたに対してとていうことではない、まあ、まあ広くあのあの一人一人受け止めさせていただくということで、でまず最初にワイルからあのブルーカーボンのお話をいただきましょうか。のこととと関連ししして私自身に確かかか直接いいいいただいたたただ質問があっっ思いますよろしかったでしょうは

海藻をジェット燃料に使うという取り組みを始めています。Uh, というのも、代替的な燃料を航空産業で使う、あるいはその飛行機に代替的な燃料を使うというのは非常に大きな課題ですので、これに向けて非常に良い研究がされています。 And the way uh, they're doing it, I like it because they're not competing with food production. So this is uh, the key concern for civil society: is whenever we go to bioenergy, to make sure we're not competing with food production. これは市民社会でも非常に重要な懸念点でして、バイオエネルギーということに取り組む場合は、それが食料の生産と競合することがないようにということが常に懸念点として挙げられています。はい、それでは次あの、ピンポイントのご質問だったの GPI 付について、山岸さん、お願いします。はい、えーと いくつかいただいて難しい質問ばっかりいただいているので簡単端的にお答えしたいと思います。まず投資へのアプローチということですがご存知のとおり GPIF は国連投資責任原則に署名をして ESG 投資の指標を作るなんていうことも始めています。でそういった分野において我々ができることというのは 一つ投資家が重視しているポイントがあります。それはあの企業さんなりその投資対象の情報ですねで。この情報を我々がどうやって提供していけるか。特にその例えば手前味噌になりますけれどもダルフジャパンがやっている一つの取り組みとして企業の温暖化対策のスコアリングというのをやっています。 つまり横に並べて企業さんを評価をしてでかつどの企業が前向きでどの企業がそうでないのかを明確にしていくでそ,れそうした情報が市場にあるのかないのかによって投資家のの方々ですのでそうした情報をまああの少しずつでありますが提供することによってまあお金の流れを変えていくこれが我々にできる一つの大事な役割かなと。その時にみみたたいいなな団体があるいは我々みたいな立場 NGO の立場にいるる人間がが出すからこそ信頼性がある例えば企業どこかの企業さんからのお金を委託してやっている組織がやっていると、うん、どうなんだろうって思われるかもしれませんが我々みたいに逆に言うとある意味あの中立すぎるところがですね出すとあのまあ 彼らにはあのそういうのはないよねとあの思われるのであの逆に言うと信頼していただけるのかなというふうに思いますそういうのが一つあるかなと思います他にも色い々ろいろあると思うんですけれどもちょっと時間が限られておりますので。 ございましたそれでは残りのです、ね、ご質問といいますかご提案につきましてはです、ね、多分山岸さんだけではなくて私たち全員にとっての課題になると思います。石炭や原子力依存の今のような課題があるのをいかにブレイクスルーしていくかあるいはそのために各地域あるいはその政治的な運動とどう連携を取っていけるのかどうかというところについて今後の 変貌とえ今後どんなアクションが必要かというまとめのコメントも含めてですねスピーカーの皆さんから一言ずついただきまして終わりにしたいと思いますえ皆様から見ましてえ左側からですねえ小野寺さんから順々に一言ずついただきたいと思いますえ時間が押しておりますのでお一人40秒差し上げますのでえーちょっとあの大変あのタイトですけれども決め台詞をバシッと決めていただければと思いますでは小野寺さんよろしくお願いいたします はい、えー、っとそうですね40秒っていうのがもう頭にあってあれさっきの,あのプレゼンの方では言えませんでしたけれどもあの資金におけるですね途上国支援における日本の役割というのは非常に大きいものがありますで緩和面ではなかなかリーダーシップを取れない日本ですがあの資金面に関しましてはあの先ほどのオック,クスファームインターナショナルのレポートでも贈与分換算でも日本が一番お金を出してはいるんですね キャパビューに関しても2国たがい,いましてそういった面でですねあの日本がこれからもリーダーシップを取っていってほしいというのを思う反面あのまだまだそのレベルが全体先進国全体で足りない日本一国でそういったリードを取ることはもちろんできませんしそういった点では他の先進国と協調してですねもっとその辺の資金の強化をしていく途上国の今の能力を急遽、えー、強化していかないとですね本当にあのパリ協定の目標どころかその前一定 5度の枠がもう閉じてしまう、そういったような状況の中で数年間の行動が本当に重要です。あの先月あの報道で局地ではですね20度の気温上昇が起きている。 ということが報道されていますまた去年ハンセン氏は海面上昇がこれまで言われたような形ではなく10年単位で大きく起こる可能性があることを新たな論文で指摘しています、えー、現状でまだ科学的には分かりませんがとにかく今すぐな行動が今、えー、以上これまで以上に求められているということで、えー、一つ終わりにしたいと思いますありがとうございますはい、ありがとうございますでは山岸さん はい、あの私が昔勉強で習った言葉でトランスナナショナルという言葉がありますそれはあのよくですね企業とか自治体とか NGO とかが国境を越えていろんな活動をするというあのことをあの活動する時に表現終始される言葉だったんですけども、まあ、今まさにその時代に来てるのかなと。 自治体や例えば今回の COP22 でもカリフォルニアはあの俺たちは別にそのままやっていくしというようなことを大きく宣言して他の自治体に対しても働きかけていました企業さんも先ほどこの人のプレゼンテーションにもありましたとおりあの別に国がどうとかっていうことを超えて国際的な連帯的なつながりを見せていき始めていますそういう国際的な動きをある意味 国家を超えた国際的な動きっていうのをいかに消しかけていけるかっていうのが N G O にとっても大事な役割なのかなというふうに今感じています。はい、じゃ小西さん、ええ、三十五秒でお願いします。<laughs> どうして厳しくなるの？あの私は経済の流れは止められないと思います。もともとこの気候変動というのは経済から起きてますよね。 結局 CO2 の排出にお金がかからないからこういうふうになった。でも今は再エネ、省エネ、これがむしろコストが下がってきています。ですので逆に、まあ、この低炭素化の経済の流れというものはもう政治がどうあろうと動いていくんだと思います。 でですのでいかにそれを先取りするかという世界に入っているんじゃないかなと思いますであとやっぱりねカーボンプライシングすごく大事なんですけど日本ではここのところすごく議論が低調だったんですがこれからきっと高まっていくと思います排出取引制度というものあそのうちの一つなんですけどそれのね一般向けに分かりやすいパンフレットうち2008年作っていたのがずっとお蔵入りでした今出てきますので100部単位でよろしければ学校の先生あるいは皆様お譲りします言ってください100部単位でお送りします はい、ありがとうございます小西さんの新しい書籍も受付に、えー、ありますのでぜひご検討くださいそれではワイルさんお願いします、um, I think it's very important for cities and businesses to adopt 100% renewable energy targets、uh, This is happening all around the world I'm not sure if any Japanese already did but if they can join this movement and there is enough critical mass of cities and businesses adopting this target it will can't

実際に目指すすととととといいいいううここを決めていくということだと思います世界ではこの動きがすでに始まっています。日本の企業や自治体が既にやっているかどうかというのは知らないのですがこのような動きをさらに加速していきそしてこういった企業や自治体が十分その数が十分増えていわゆるクリティカルマスというところに行けばおそらくは国の政策を変えるほどの 話が、ストーリーが作り上げられることになると思います。はい、それではどうもありがとうございました。それではお時間になりましたので、今一度スピーカーの皆さん、ワイルドさんに大きな拍手をお願いいたします。<laughs> どうもありがとうございました。